皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきてるのは福山魚市場というところにやってきました。広島県でございます。市場巡りって多分俺広島県初めてなんですよ。卸売市場なんですけど、食堂とか充実してるタイプの卸売市場なんですよ。リクエストもねちょこちょこあったんですよっていう感じなので、まあ、実際ねここはどんなところなのか皆さんに紹介していくので、海鮮好きは絶対にグッドボタンとチャンネル登録、まだの方登録お願いします。今回は福山魚市場、広島県福山市にある卸売市場。アクセスは最寄り駅で言うと東福山駅から徒歩で5分以内とめっちゃ近く。だけど正直このエリアを電車で行くかと聞かれたら何とも言えないので車で行くことが前提になります。日本地図だとここら辺で広島県だけど岡山寄りの場所です。でも安心してください、なんとこの近くにはスタバがあるんですよ。なんかスタバがあるないで結構ほら地方によってはマウントを取れる取れないっていう都市伝説を聞いたことがあるの で車で行くことが前提なので駐車場はちゃんとあります。そしてこっちの魚市場なんですが、仲卸的なところは終わってましたね。で現在時刻が朝の8時半でもうすでに終わってるので、もしかしたら配達がメインなのかもしれない。その代わりに魚市場の隣に福山ワクワク市場っていう一般の人が買える関連棟みたいな市場があります。そこに飲食店がある感じですね。ちなみに上が新幹線を走ってる線路なので、山陽新幹線乗ってる時福山魚市場を一瞬見ることができます。ワクワク市場の端に海鮮を食べられる食堂がありました。海鮮丼1000円、しかも税込み。あとおでんもあるみたいですね。でテイクアウトだったら980円で海鮮丼売ってるらしい。でその隣にもまた違う海鮮丼屋があったんですよ。特上海鮮丼、サーモン尽くし、おまかせ丼とかいろいろあるんですが値段は書いてないですね。営業時間が朝の4時半から14時までとめちゃくちゃ早い。水日休みと安定の市場食堂。大体普通の市場の食堂って10時11時なんですけど、ここの2つはめっちゃ朝早くからやってます。なので福山市に住んでて朝早くから海鮮食べたい人はここで食べることができます。でまた隣にも定食屋があったんですよ。ここは海鮮がメインじゃないけど一応海鮮丼もあるみたいですけどね。海鮮系の場合は1500円前後。ちなみにここも8時半の時点ですでに営業してました。であとはこんな感じで、まあ、特にないです。ワクワク市場の向かいに青果棟があるんですが、ここも終わってます。というより配達系かな。ちなみにワクワク市場の中はこんな感じで昭和の匂いがする関連棟って感じ。ワクワク市場自体は朝の8時からやってるみたいです。定休日は水曜日。業者系の人はあっちの卸売市場で朝早くから買って、一般の人はワクワク市場で魚買ったり野菜買ったりできるってわけだ。ワクワク市場の空いてる店舗は雑貨系だったり鮮魚店、それと最初に見せた飲食店です。ちなみに飲食店も中から入ることはできます。で鮮魚店も市場のようなゴテゴテのものじゃなくてパック詰めされた一般の人も調理しやすいものになってます。あと岩牡蠣1個700円で、生ダコとかアジとかアマダイ、小さい魚は1匹丸々売ってました。あと駄菓子なんかも売ってましたね。イケスにウナギがいました。その他にはメダカもいたんですが、多分これは売り物じゃなくてペットだと思うんですよ。なのでおそらくウナギもペットなのかなと予想してます。そして外を見てください、雨がひどい。これに関しては梅雨なんで仕方ないですね。一周見たんですけども、一周見たって言っても本当にもうやってんのが多分ね、あのワクワク市場だけなんですよ。あそこでまあなんかいろいろ買えますみたいな。とりあえず1000円の海鮮丼あったじゃないですか。あそこ行きます。1000円だよ。そんなわけで1000円の海鮮丼があったところ、一番人気が1000円の海鮮丼。海鮮以外にもラーメンや肉丼とかあります。店内はこの字のカウンターがある小さな定食屋みたいな感じで、端の方がお座敷みたいな感じになってました。古き良き食堂みたいな感じで、メニューは壁にあっておでんとかもありました。もちろん頼んだのは1000円の海鮮丼。それがこちら、味噌汁がついてきました。ネタがマグロ、イクラ、タイ、サーモン、イカですね。多分温かい白飯。マグロがめっちゃ多くて他は2切れかな。海鮮丼のマグロなんですけど、これ中落ちとかなんじゃないかなと。一切れも大きくて食べ応えがある。いやちょっとムラはあるけど、ただご飯が温かいのでマグロも物によってはぬるくなってる。ご飯はもっちりタイプの白飯で、刻み大葉と刻み海苔がかかってました。1000円の海鮮丼なのにイクラも入ってたんですよ。軍艦 1.5 個分。最近低価格の海鮮丼にイクラ入ってること多くないですか。値段が下がったのか地域によるものなのか。で丼の中はこんな感じで意外とびっちり入ってます。サーモンは少しだけ脂乗った厚みのある身、食感はプリッとしてて食べ応えありました。1000円の海鮮丼にしては美味しい部類なんじゃないかなと。ちょっと前にアップした黒門市場の2500円の海鮮丼のサーモンやばかったですからね。イカはしっかりしたタイプの細切りされた身で、イカと大葉の組み合わせが
いいんですよね、これ。大葉がいい仕事してる。で、タイですね。これも大ぶりなネタ。なんか全体的にネタが大きくて、身が厚めなんですよ。なので、刺身食べた感はかなり出るんじゃないかなと。で、これは食感はブリブリしてる。これは見た目通りというか、やっぱ最初に見た時に身が透明かかってたんで、鮮度のいいタイですよね。そう考えると、これは典型的な鮮魚店タイプの海鮮丼です。これで税込み1000円はかなりいいですよね。もう、古の時代からある市場食堂の海鮮丼って感じですよね。まあ、古の時代からあるかはわからないけどね。海鮮丼偏差値は55。だけど、正直、このタイプは逆に難しい。ザ市場の海鮮丼っていう感じでしたよね。2つあるんですけど、本当はね、2つとも行きたいところではあるんですが、お腹のキャパ考えたら3つ行けないんですよ。この後もあるんで、面白そうな方を行きます。そんなわけで次はここですね。1軒目の隣、やっぱり気になるのは特上海鮮丼。問題はこれの値段がいくらかですよね。しかもペイペイが使えます。店内は綺麗なラーメン屋さん、テーブルもあればカウンターもある。1軒目と違って綺麗な内装、これがメニューですね。さすがに全部値段は書いてありました。特上海鮮丼2100円、普通の海鮮丼1600円ぐらいですね。で、他の丼も1500円前後ぐらいで、定食系だったらこんな感じ。あとカレーとかうどんとか、今のご時世じゃ考えられない値段だ。もちろん頼むのは特上海鮮丼。2100円ってよくある値段だけど、ここがどれくらいのクオリティか気になる。今回福山ブーチバー予定より早く終わるかなと思ってたんですけど、なんと注文して20分ぐらい待ってるんですよ。で、他にお客さんは一組くらいかな。結構待ちますね。そんなわけでこれが特上海鮮丼。2000円にしてはハイクオリティだけど、注文して30分は待ちますよ。海鮮丼にはタレがついてきました。丼はパスモ 2.1 個分と一回り大きめの丼。ネタが赤身の炙り、赤身、タイと赤エビ。しかも赤エビ2尾入ってるんですよ。で、2ホタテとサーモン。その他もろもろですね。それで2100円はすごい。で、味噌汁は普通ですね。これ刻み青ネギめっちゃ入ってました。普通に美味しいです。海鮮丼のタレは多分ぶっかけた方が早いのでぶっかけちゃいます。で、カットが入った炙りですね。これマグロじゃなくてカツオでした。食感はねっとりめで、炙りの香ばしさもあって美味しいです。サイズは一口サイズでちょい小さめだけど、で、赤身の部分はマグロでした。風味とかあまり感じなかったけど、これも食感ねっとりしましたね。サイズは炙りと同じく一口サイズだけど、で、ネタは基本2切れずつですね。で、ホタテはかなり肉厚で、ホタテの芯と紐と卵巣全部入ってました。なので、これ1個だけだけどかなりのボリュームあります。ご飯はつるっとしてて海鮮との相性がいいです。しかも温かいのかと思いきや、少しぬるいくらいなんでネタがぬるくなることはないです。で、丼はこんな感じで、どっちかというとネタのボリュームの方がすごい。で、赤エビですね。これは頭と身が分かれてました。身はかなり大ぶりで、しっかりした肉質だけど、エビの風味もちゃんとある。かなり鮮度のいい赤エビですよ。その証拠に頭の方も、ジュルジュルした感じも、癖も、苦味も、全くないんですよ。しっかりしたエビ味噌って感じでした。ネギトロは大手回転寿司の軍艦で出てくるタイプのやつ。安定してます。とびっこも入ってたので、それの食感もありました。それと、この海鮮丼にも、イクラが入ってたんですよ。それも含めて、すごいですよね。で、ブリですね。これめちゃくちゃでかくて分厚いです。食感的にかなり固めの身ですね。脂は乗ってないです。イクはねっとりした甘みのあるタイプのネタでした。で、サーモンに関しても特に言うことはないかな。すごい小さいサイズだったんでよくわからないっていうのが本音。他にもイタヤ貝の小柱チックなものとか、なんか小さいネタが何種類も入っているようなイメージでした。で、種類も多いけど量も多い。で、タイはブリとサーモンの中間ぐらいの大きさでも、しっかりした身で食感はブリブリしてました。これで2100円ならめっちゃいいですよね。海鮮丼偏差値で言うと55かな。1軒目も2軒目も55。ちょっとこの動画には関係ないんですけど、コメントがまあちょこちょこありまして、地雷っぽいところやるじゃないですか。そう、地雷っぽいところやるたびに、そこのいいところだけをやってくれと来るんですよ。違うんですよ。そういう地雷っぽいところのおかげで、こういった美味しいところがより引き立つんですよ。逆にレベル高いところばっかりだと、こういったちゃんとしたところでも、そんなに目立たない。これを分かりやすく示しているのが海鮮丼偏差値じゃないですか。なので、そろそろ地雷を何本か入れていかないと、ちゃんとしたところをやっても、偏差値がですね、50から53ぐらいの間になっちゃうっていう弊害があるんですよね。まあ、そんなわけで今回の福山魚市場、まあ、広島県だけど、広島の個性っていうのがちょっと分かりづらかったんで、次広島をやるかはこの動画の評判次第で決めます。ちょっと広島はね、一回もやってなかったんでデータが欲しかったんですよ。さあ皆さん、ぜひ感想をコメント欄でお待ちしております。
いかがでしたか、福山魚市場。もう本当に3軒4軒全部行こうかなと思ったんですけど、お腹のキャパを考えなきゃいけないので勘弁してください。この動画の評判次第ではどんどん深掘りもしていこうかなと思うので、皆さんのグッドボタンお待ちしております。